本編に合流します。はい、こんにちは。すぐに好きなデバイスを使ってオンデマンドで聴いてみよう。好きな曲をダウンロードして自由にオフライン。ちょっと音うるさいけどね。今日は、今からですね、箱根の代官山、アネスト岩田ターンパイク箱根の方に行ってみたいと思います。ここはね、以前椿ラインだとか、箱根峠だとか十国峠行くときによくね、芦ノ湖スカイラインだとか伊豆スカイライン、西伊豆スカイラインだとかね、行くときによく行ってた道だったんですけども、このターンパイク箱根だけは一回通行したことはあるんですけども、動画収録に行ってなかったもので、今回やってみようかなと思って、今日はね、平日ですけど火曜日ですけどね、行ってみたいと思って今向かってるところであります。久々のドライブになりますので、どうなるか、またはちゃめちゃなドライブになるのかちょっと分かりませんが、走りの聖地の箱根の方に行ってみたいと思います。楽しみですね。久々に愛車も帰ってきたことですし、これもね、私のワゴン R MH23S が帰ってきたので、ちょっと鳴らし運転と、ちょっとね、峠を走って行きたいなと思ってます。それでは箱根ターンパイク箱根ではどうぞ。ターンパイクは 400m 左側です。よし、来たよ、来ました。看板がね、そろそろ見えてくると思いますけども、看板が見えたら左に曲がっていきます。はい、ここで看板出ました。ここの信号を、板橋の信号を左側に曲がります。石垣山一夜城の方に行く道ですね。はい、よいしょ、線路ですから止まっていきましょう。ここは一時停止していきましょう。はい、前の人は止まんなかったけどね、ダメですよ、ちゃんと一時停止しないとね。よし、横浜の人でこういうこと言うのはダメだよね。このまままっすぐ行くと箱根ターンパイク箱根の方に向かっていきます。はい、ここは入り口かな。はい、バイク箱根に入ります。はい、アネスト岩田ターンパイク箱根です。
ですね。撮影やってる。なんか撮影やってるよ。よし。撮影やってるね。
ってたね、なんかね。
ネスト岩田スカイラウンジです。やっぱ富士山見えるとこがいいな。ここが一番富士山。